アイトール・オシオ・カリオンは、スペイン・ビトリア・ガステース出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。セグンダ・ディビシオンの SD ・エバル・アルバセ・テ・ b p を経て、CA をさすなに在籍した2000から01シーズンに、プリメーラ・ディビシオン初出場を果たした。2003年には、セビージャ FC に3年契約で移籍し、4度のタイトル獲得に重要な役割を果たし、 ハビナバーロを補佐する副キャプテンも務めた。2007年7月、セビージア FC 時代に2年間指導を受けた、ホワキンカッパロス監督がいるアスレティックビルバオに復帰した。クラブのスターの一人であるイスマエル・ウルサイスが11年間つけていた、背番号20を身にまとい、2007から08シーズンは27試合に出場した。2008から09シーズンは、 コパデルレイ決勝にコマを進めたが、エスタディオでメスタージャで行われたこの試合は、FC バルセロナに1の4で敗れた。2009から10シーズンは、自身の負傷やフェルナンド・アモレー・ビータの成長などの影響で、出場は3試合に止まった。2012年6月14日に、現役引退を発表した。ありがとうございます。